鈴木大地は、日本の大陸学者、元水泳選手、元国家公務員。学位は、体育学習士、医学博士。順天堂大学大学院スポーツ健康科学、研究科、特任教授。有限会社、大地インターナショナル、代表取締役社長。日本水泳連盟、会長。千葉県奈良市の市出身。 1988年ソウルオリンピック100メートル背泳ぎ金メダリスト、バサロ英法で有名な選手である。国際水泳連盟理事、アジア水泳連盟副会長、元日本水泳連盟会長、スポーツ庁長官、などを歴任。小学2年生で地元の千葉アスレティックセンタースイミングスクールで水泳を始める。全国 SC 大会にて100メートル背泳ぎで、 銀メダルを獲得する。中学時代にスポーツクラブのセントラルスポーツで、鈴木王子に出会い、以後引退まで指導を受けることになる。船橋市立船橋高等学校に進学。陸上競技指導者として、リクルートや積水科学にて、有森優子や高橋直子らを育てることになる。小出義雄が市立船橋高等学校の保健体育教師として鈴木が在学中に在職しており、 鈴木は、小出の授業を受けたことがある。高等学校3年自在学中の1984年、ロサンゼルスオリンピック代表に選ばれて出場。100メートル背泳ぎ11位、200メートル背泳ぎ16位、400メートルメドレーリレーは、決勝で失格という結果であった。1985年、私立船橋高校卒業と,ともに、順天堂大学体育学部体育学科に、 進学する。1986年、ソウルアジア大会では100メートル背泳ぎ、400メートルメドレーリレーで金メダルを獲得。1987年には、第14回ユニバーシアードで100メートル背泳ぎ、200メートル背泳ぎで金メダルを獲得。400メートルメドレーリレーの第一芸社として、100メートルで1987年の 世界最高記録をマークした。1988年、ソウルオリンピックの100メートル背泳ぎに優勝し、日本競泳人16年ぶりの金メダルを獲得した。決勝戦は、世界記録保持者で予選を1位で通過した、アメリカのデビット・バーコフ、200メートル金メダリストで、予選を2位で通過した元世界記録保持者のソ連のイゴール・ポリャンスキーとの接戦となった。 最後はこうを描かず、水面すれすれをリカバリーして、ゴールタッチし、バーコフに0.13秒差をつけて優勝した。男子100メートルハイエーでは、1932年、ロサンゼルスオリンピックの清川昌司に次ぐ、日本人二人目の金メダリストであり、表彰式では当時 IOC 委員だった清川から、メダルを授与された。この決勝で樹立した55秒05の日本記録は、 その後の度重なるルール改正にもかかわらず、15年間更新されることがなく、国内の選手にとって大きな壁となった。ソウルでは200メートル背泳ぎでは15位、400メートルメドレーリレーで5位に入賞している。ソウルオリンピック金メダル獲得が評価され、日本スポーツ賞など多くの賞を受賞する。1989年に順天堂大学卒業後、 大学院体育学研究科体育学専攻に進む。1992年4月に現役を引退した。現役時代は公式な世界記録は樹立できなかったが、FINA 競泳ワールドカップの50メートル背泳ぎで、淡水路世界最高記録を2回更新した経歴を持つ。また、1988年度の日本選手権。 水泳競技大会の100メートル自由形に出場して52秒35で優勝したことがあるほか、淡水路ながらバタフライ50メートルや200メートル個人メドレーでも日本記録を樹立するなど得意としていた。1993年に順天堂大学大学院体育学専攻を終了。1994年よりコロラド大学ボルダー校にて客員研究員となる。 1998年からは、日本オリンピック委員会から派遣される形で、ハーバード大学水泳部のゲストコーチを務めた。2000年3月、日本に帰国し、母校である、順天堂大学講師及び水泳部監督を務める。この年、ジャパンオープンウォータースイムで、順天堂大の東ず賞が優勝したことにより、日本一の監督となった。2006年、 順天堂大学スポーツ健康科学部助教授に就任2007年順天堂大学医学部より健康関連イベント参加者の生活習慣と健康状態に関する研究をテーマにした分析で博士号を取得したとの共同執筆。オリンピック金メダリストで博士の学位を授与されたのは鈴木と同じソウルオリンピックでレスリングフリースタイル 52kg 級に優勝した 佐藤光についで、日本では二人目である。2009年、日本水泳連盟の理事に選出される。同年4月より、競泳委員会の委員に加え、オープンウォーター、障害、スポーツ、及び、日本泳法の統括責任者となる。2010年1月、世界アンチドーピング機構のアスリート委員会委員に選出される。2013年、順天堂。 大学スポーツ健康科学部スポーツ科学科コーチング科学コース教授に就任。学外では日本オリンピック委員会アスリート委員会委員を退任する一方、日本水泳連盟会長、日本オリンピアンズ協会会長に就任した。他に世界オリンピアン協会理事、日本アンチドーピング機構理事を務めていた。公職以外ではオリンピックや 世界水泳選手権などで解説者、講演者、執筆者として、また、水泳教室での指導者としても活動していた。2014年、日本選手権水泳競技大会の大会ポスターに起用される。金メダルの瞬間、水面でガッツポーズをする写真に嬉しいに決まってますという当時の優勝コメントを添えた図柄であった。2015年、スポーツ庁長官。 東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会理事に就任。スポーツ庁長官は副業禁止の国家公務員に当たるため他の役職はすべて辞任している。2016年10月アジア水泳連盟副会長に就任。2017年7月国際水泳連盟理事に選出された。2020年9月11日鈴木大地 スポーツ庁長官が5年の人気満了に伴い、9月末で退任することが閣議で決まった。後任は2004年アテネオリンピックハンマー、投げ金メダリストで、東京オリンピックパラリンピック大会組織委員会、スポーツディレクターの室伏博次が務める。退任を控えた9月25日に記者会見を開き、5年後、10年後に、 スポーツ庁を作って良かったと言われるよう努めてきたと述べる一方、本来なら2020年東京オリンピックパラリンピックの終了後の退任となるはずだったが叶わなかったことをなんとなく心残りもあると表現した。最終登庁日となった9月30日には職員向けの挨拶を行い、2020年東京オリンピックパラリンピックの開催を見ずに退任することをこれも また人生ということで前向きに捉えていきたいと述べた。なお、退任と前後して、故郷の千葉県で2021年3月に行われる知事選挙に、鈴木を擁立させることを自由民主党千葉県連が検討しており、鈴木自身も一時立候補に意欲を見せていた。しかし、地元選出議員の石井純一をはじめ、 スポーツ庁長官就任の際に尽力した森吉郎などから反対や難色を示す声があった。これらを受けて、同選挙への出馬を断念することを2020年10月に明らかにした。2020年、有限会社、第一インターナショナル代表取締役社長及び、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科特任教授に就任。2021年、 世界を驚かせた。鈴木氏は困難と考えられていた金メダルを獲得したと選考され国際水泳伝道に伝道入りした。黄金の足を持つと言われたバサロキックのパイオニアである。鈴木のバサロは25メートル先行であったが、ソウルオリンピックの決勝では30メートル先行とした。鈴木が30メートル先行のバサロキックをしてからは、 先行距離は10メートルまでという制限がルールの中に付け加えられた。その代わり、さらなるルール改正で背泳ぎにクイックターンを認めることになり、次の1992年バルセロナオリンピックまでに100メートルで1秒、5近く、200メートルで3秒ほど、競技全体としては記録が大幅に短縮した経緯がある。なお、その後、さらなるルール改正があり、現在では、 先行距離は15メートルまで認められている。ソウルオリンピックの決勝では優勝はまず難しいだろう。なんとかメダルを獲得してくれればという大方の予測、悲観的希望を覆した。1960年代から1980年代の日本の競泳界は外国勢が飛躍的な記録の更新を続けたのに対し水没泳法の禁止といった国際ルールの壁に 苦戦を強いられるなど、まさに冬の時代にあった。かつての水泳王国は影を潜め、オリンピックでは、決勝は元よりコンソレーションファイナル進出さえ、困難な状況が続き、長らく低迷、沈退し続けていた。そのような中で、鈴木がソウルオリンピックで金メダルを獲得したことは、1972年ミュンヘンオリンピックの青木真由美 田口新京以来16年ぶりの金メダル獲得の快挙となり日本の競泳を復活させる大きなきっかけになった。古橋博之進は鈴木の金メダルにもう一度日本の水泳を復活させたいと涙していた。私生活では離婚と再婚を経験している二児の父親。2016年7月31日投開票の東京都知事選挙に際し、 一部で出馬が取り沙汰されたが、やりかけのプロジェクトがあるし、途中で投げ出すわけにはいかないと否定し、ソウル五輪での自身の優勝タイム55秒05、引き合いに、出馬は5505%ないと発言した。幼少期は、相撲が好きであり、和島や北の海の熱戦を祖父ととに、テレビで見ては、どうしたらあのような巨体になれるのかと、力士と自分とでは住む世界が違うように感じていた。 中学時代までは競泳選手であった高野花俊明とは交流があり、双子山時代に会食をした際に、あなたは実業家になったらいい。水泳弱っていけないだろうと言われた。2017年に行われた経営コンサルタントで相撲記事の執筆も行っている斉藤雅美との対談では、相撲が子供たちのいじめ防止につながるのではという意見に対して、 顔を張られて、鼻血を出して、土俵を降りる大相撲力士の姿が、暴力的なイメージに見えるので、正直子供に相撲を進めたい気持ちは起こりにくくなると、返している。野球の始球式では、左投げと右投げの両方を経験している。禁止であるため、1988年のソウルモリンで、優勝した際には、掲示板に近づいて、優勝したのがやっと分かったという。 ありがとうございます。